東部要衝バフムト制御下、ウクライナ時間激戦続く。ウクライナのマリャル国防次官は21日、激戦が続く東部ドネツク州の要衝バフムトについて、状況は緊迫しているが制御下にあると通信アプリに投稿した。ロシア国防省は同日、バフムト西部で部隊が戦闘を続けていると発表した。マリャル氏はバフムトが最激戦地だと強調。ウクライナ軍が防衛と攻撃の双方を実行し、ロシア軍は著しい損失に苦しんでいると訴えた。英国防省は21日の戦況分析で、地面のぬかるみが両軍の作戦の進行を鈍らせていると指摘した。ロシア側は自国軍の士気を高めるため、ぬかるみがウクライナ軍に与える影響を誇張しているという。ロシア軍のバフムト市街北西側からの攻撃で、1日に2区画ほどの進軍を許しています。南側は膠着状態ですが、ウクライナ軍の補給や退路に使用する舗装路への攻撃は続いて、迅速な退路としての使い道がない状況です。市街西側の丘陵地帯から O0504 に通じる舗装路が唯一の退路ですが、ロシア軍の北西側の押し出しが激しく、その舗装路への攻撃が容易になる地点も出てきました。市街の部隊では弾薬が残り少なくなったので、撤退を開始するとの現地 SNS 情報も上がっていました。兵士の無駄死にを回避するのであれば、バフムトの維持はもう難しいと思います。G7 外相会合は中ロに厳しい姿勢。中ロは激しい言葉で猛反発。G7 の結束は盤石なのか。G7 は外相会合の共同声明で、改めて中国とロシアに厳しい姿勢を示した。中国は強烈な不満を表明し、ロシアとの軍事協力を協議する動きも。G7 広島サミットを控える中、BS 富士ライブ、プライムニュースでは指揮者を迎え、深まる西側諸国と中ロの溝について議論した。G7 の厳しい姿勢に中ロは反発。日本は米欧をつなぐ役割を。新見由香キャスター。G7 外相会合の共同声明では、中国とロシアに対する厳しい姿勢が示された。ウクライナ侵攻を続けるロシアには、無責任な核のレトリック及び威嚇は受け入れられない。第三者に対してロシアへの支援停止を求めるなど、中国には力及び威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対。台湾海峡の平和と安定の重要性。外務審議官時代にサミットで小泉元総理の補佐役を務めた藤崎さんの評価は、藤崎一郎元駐米大使、日米協会会長、当時に比べ同志国連帯の部分が大きくなっており、米欧間を議長国の日本がつなぐ大きな役割を果たせたのでは。共同声明は去年からどこが変わったかが重要。今回は北朝鮮に関する技術が中国と並び前に出たこと、中国の核の透明性の問題により踏み込んでいること、議長国の日本が原案を書いたからアジア重視、我々の関心事項が G7 の関心事項として盛り上がっていると感じた。新見由香キャスター。ロシアのメドベージェフ前大統領が SNS で反発。なんという嘘つき野郎たちだろう。核兵器を使いながら悔い改めようともしない。逆、日本の指導者はアメリカに殺された同胞の墓に唾を吐きかけているも同然と非常に強い表現。藤崎一郎元駐米大使、日米協会会長、激しい言葉遣いや全く論理が一貫しないことをやってくれている限り、あまり他の国はついていかない。広瀬陽子慶応義塾大学教授。ロシアからの公式見解はなく、このメドベージェフの個人的な発言のみである点が特徴的。 G20 も決して一枚岩ではなく、結束して世界を動かせる可能性が唯一ある。 G7 を恐れているのは間違いない。反町修キャスター。共同声明の第三者にロシアの支援停止を求める。ロシア産原油を買っているインドや中国への批判と想像できる。だがヨーロッパの国もまだ天然ガスを買っており、日本もサハリン2に多くの対価を払っている。広瀬陽子慶応義塾大学教授。確かに都合のいい論法。ヨーロッパでは隠した形で買うこともある。インドや中国、その他の経済的な小国に対して説得力はないと思う。新見由香キャスター。中国外務省の汪文斌副報道局長は、
中国に乱暴に内政干渉し侮辱して恥をかかせた。中国は強烈な不満と確固たる反対を表明、開催国の日本に誤りを正すため要請。台湾は不可分の領土、いかなる台湾の独立にも明確に反対などと発言。江藤直子学習院大学教授、既定路線だが特に対米批判の主張をまとめて強く出してきた。被爆国でありながらアメリカを止める気がないと日本も批判。日米批判が明確な一方、ヨーロッパ諸国は名指しせず。反町修キャスター、日米とヨーロッパの間にくさびを打ち込む狙いか。江藤直子学習院大学教授、くさびまでは難しいと思うが、ヨーロッパとは経済的にうまくやる必要性を感じており喧嘩したくない。反町修キャスター、台湾について台湾独立を進めるなどとは G7 外相会合の中で誰も言っていない。勝手な被害妄想では。江藤直子学習院大学教授、中国の台湾問題に対する理解は全てアメリカが悪い。アメリカが台湾内部の独立派を支援して独立運動を煽り、武器を渡して東アジアの安定と平和を損なっていると。だからこういう文言になる。反町修キャスター、先日中国李尚福国防相がモスクワでプーチン大統領と会ったのがロシア正教の復活祭の日だった。プーチン大統領にとって大切な人だという中国へのメッセージという見方はありか。広瀬陽子慶応義塾大学教授、ありだと思う。国防省という格下の存在に特別な日に会うというのは非常に強いメッセージ。反町修キャスター、ロシア大統領府はプーチン大統領の発言として、中ロの軍事協力は両国家の戦略的関係と信頼を強化。新華社通信は中ロの軍事的な総合信頼は日増しに強固に。会談の成果は。広瀬陽子慶応義塾大学教授、3月の習プーチン会談ではプーチン大統領の望む結論が出なかったと言われ、軍事面で中国から引き出すため水面下で話が続いていた。その一つの結論がこの会談との見方がある。だが対米関係が厳しくなる中、今の中国は慎重。特にロシアが求めるような殺傷能力ある兵器はまだ出せないと思う。反町修キャスター、中国の懸念は何か。江藤直子学習院大学教授、最大の懸念は経済制裁。経済が上向き始めた中、西側の制裁で打撃は受けられない。1年ほどは経済優先で進むと思う。ロシア国防省、バフムト西部で攻撃と表明。ロシア国防省は21日、ウクライナ東部ドネツク州の要衝バフムトでの戦闘状況について、ウクライナ軍がまだ保持しているバフムト西部でロシアの攻撃部隊が攻撃を続けていると表明した。ウクライナはバフムト攻防戦でロシア軍が激しい戦闘の末に若干の前進を見せたとしながらも、状況は制御下にあるとの見方を示している。ウクライナのゼレンスキー大統領はビデオ演説で、ウクライナ軍は反転攻勢を準備していると表明した。ロシアはバフムトへの攻撃で民間軍事会社ワグネルの戦闘員に大きく依存。ワグネルの創設者エフゲニー・プリコジン氏はこの日、対話アプリテレグラムに投稿された音声メッセージで、ウクライナの反転攻勢に懸念を表明。西側諸国はウクライナに戦車230両と装甲車1500両の引き渡しをした。本格的な反撃には十分だとし、雨が多い春が終わり、地面が乾いてくればウクライナ軍は攻勢をかけると予想。彼らは攻撃してくる。我々は抵抗しなければならないと語った。ウクライナ軍は最後に残った唯一の補給路もロシア軍の射程範囲内に入り、この補給路を通過しようとしたウクライナ軍のハンビーやトラック、T-72 戦車までロシア軍に破壊されたので、この地点では畑の中を迂回しています。他方でロシア軍は少しずつ占領地を増やして、ドニプロ川西岸を渡り、バフムトのウクライナ軍司令部の近くにまで到達しています。マリウポリの二の舞にならないために、そして次の反攻のために早急に撤退が必要だと思います。逆の立場でこの状況だったら、西側メディアなら、敵は攻撃を受け撤退中、前線は混乱し、補給路は断たれ、弾薬も足らず、士気も大きく下がっている、制圧は間近と ISW あたりが分析と称したプロパガンダを積極的に垂れ流すところだろう。
最近は多くの人が ISW がデタラメ情報発信源だったと分かってきたので、 CNN すら採用を敬遠し始めている。もう他のシンクタンクの分析を引用するようになってきた。それはそうと、ロシアメディアは意外にもここに来て慎重姿勢。むしろバフムト制圧なんてほど遠い。前線じゃ兵士が命がけで戦っている。慢心させるようなことを戒める発言をしている。さらに反転攻勢は確実にあると西側メディアが真っ先に飛びつきそうなことを言い出している。こういう態度に逆に敵の手強さを感じさせる。西側メディアの本当にいい加減ででたらめな態度が危ういとずっと言ってきたのはこういうところ。戦争は敵を侮る方が必ず負ける。